はい、それでは時間になりましたので、聖書の方を始めていきたいと思います。ワード、WP、REST API とリアクトで始めるリモートワークでの有料ウェブメディア開発、島田俊介さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、株式会社講談社株式会社リブセンスでエンジニアとして働いている島田俊介といいます。今日は WP REST API と、リアクトで始めるリモートワークでの有料メディア開発ということで、というテーマで発表させていただきます。ですね、私は異業種異職種からのこの業界には転職組でして、今はウェブデザイナーでこの業界に入ったんですけど、今はウェブエンジニアとしてリブセンスで働いています。本業では主にこう月から金、本業では転職ドラフトとかデザイナードラフトと呼ばれる転職サービスを普段は作っています。ちょっと今あって副業で講談社さんのお手伝いを、メディア開発のお手伝いをすることになりまして、ようやくこの1年間ぐらいのワードプレスを始めるようになりました。で、このワードプレス界隈のコミュニティとか知り合い全然いなくてですね、ちょっとそれもあってスピーカーに応募してみたいなのがあったりするので、この会場でちょっとなんか顔見たら声かけていただけるとすごい嬉しいです。はい、で今、言いました、講談社さんで私が携わっているのがこのクーリージャポンというウェブメディアなんですが、ちなみにこれご存知の方とかっていますか？あ、結構、あ、すみません、ありがとうございます。ちょっと結構嬉しいと思うんで、編集部にも言っときます。で、一応知らない方もいると思うので簡単に説明をします。海外のメディアで取り上げられているニュースを日本人向けにいわゆる翻訳とかして紹介する有料の月額会員制のウェブメディアになっています。で、今回お話しさせていただくのでもちろんなんですけど、ワードプレスでこれ作られています。で、一応念のためなんですけど、 AWS の伊藤厚生なんですが、一応 AWS に乗ってて、PC2 2台に対してブログですよ、いわゆるワードプレス使っててウェブメディアなんで普通にこう画像とかバンバン入ってるんですけど、それ用にこう S3 使ってみたいな、比較的シンプルで、ワードプレスを AWS みたいな感じだとこんな感じなのかなっていう感じです。で、一応開発体制、社内外合わせての開発体制なんですが、古代社の人間が中に編集部とかライターがメインで4人ぐらいいて、右下のこのエンジニア過去副業は私なんですけど、外部にデザイナーさんとかワードプレス自体を保守してくれるシステムベンダーさんとかがいたりします。で、そんな環境を題材に、今日のセッションテーマである REST API の話とか、あとテンプレートエンジンで採用した React.js の話とか、私自身が週末副業みたいな感じで調整してるので、そんな話をできたらなと思っています。で、アジェンダはこんな感じです。 WP REST API を選択した理由と、React.js を選択した理由、および副業とかリモートワークでこんなことを工夫してますみたいなことをお伝えできればなと思っています。はい、最初になんですが、WP REST API を選択した理由についてです。で、私のジョイフン時期からというとですね、この1年間ぐらい前ですね、去年の夏頃にジョインしました。で、ここで初めてワードプレス4社触ったみたいな感じなので、ワードプレス1年、ワードプレス歴が1年みたいな感じです。で、ジョインして数ヶ月ぐらいでですね、ちょっとなんかわかんないんですけど、新規メディア開発みたいなものがスタートしました。で、その新規メディア開発っていうのがこのクーリエの名前がついてるメディアなんですけど、エクスパットバイクーリエジャポンという、ブログメディアになってます。ちなみにこれもご存知の方これはほぼいないです。はい、ありがとうございます。言っときます。で、こちらも一応説明すると、こちらは海外在住で、実際に働いている日本人の方が住んでいる人目線、その町に住んでいる人の目線で、町の情報をお届けするっていうブログのプラットフォームになっています。執筆者もなんか募集中なので、海外の方とかご存知の方は、出ていただけたり、問い合わせたりすると、編集部が喜ぶことでよろしくお願いします。で、こちらももちろんなんですけど、ワードプレスでできています。で、先ほどのクーリエの本体と今のエクスパット
2台あるので、つまりこうワードプレス2台構成みたいなウェブメディアの構成になっています。でつまり、まあ、こんな感じです。後発の方がエクスパッドなんですけど、なんか新規開発でしかもこう既存のメディアに乗っかってるみたいなとこ、 URL どうするのみたいな問題が出てくるとは思うんですけど、それに漏れず今回もそういう話になりました。何回か会議とか検討して検討した結果なんですが、元からあったこうクリエイジャポンのユーザーへのリーチとか SEO 要件とかは、がありまして、あの URL はサブディレクトリで対応することになったので、いわゆるこういう構造になります。URL 上は元々のクリエイジャポンに載っている形なんですけど、ワードプレス自体は別々に作ることになっているので、スパッドのデータはこう何とかしてクリエイの方に表示上持ってこなきゃいけないみたいなことになりました。で、この記事どうするっていうふうに考えたときに、データ受け渡しの必要性みたいなのがそもそも出てきて、その時にこういう感じですよね。エクスパッドのワードプレスからワードプレス上データベースをこっそり持っていくことはそもそもできないので、表示上こうどうやって表示させるかなって悩んだ時に、一番最初にあった開発のワードプレスの保証をしてくれるシステムベンダーさんとのミーティングに私がたまたまいたんですが、その時にこんなこと言ってみました。これなんかワードプレスと API とかサクッとできないんですかねみたいなことを軽々しくちょっと言ってしまったんですけど、そのシステムベンダーの方は自信ありげにこんな感じに答えてくれました。こう REST API 標準で使えますよって言ってくれちゃったので、REST API を採用しましたという理由です。はい、でとりあえずここまでのおさらいなんですが、クリージャポンとあるウェブメディアの新規開発が、ワードプレス2台構成にしてデータの受け渡しをすることになったので、この WPREST API を選択することになりましたという感じです。はい、では2つ目、React.js を選択した理由についてです。先ほどの通り、データの受け渡しを API 経由ですることになったので、フロントエンドでどうやってこういうのを構築しようかなみたいなことがあるんですけど、まずその REST API の中身、皆さんご存知、見たことあるしご存知の方多いと思うんですけど、こんな感じです。ちなみになんかワードキャンプさんきっとワードプレスでできてるんだろうなと思って覗きに行ったらこんなの返ってきたんで、これはエンドポイント開放されてるみたいなんで、興味あったら皆さん見てみてくださいという感じです。で、そのフロントエンドで、本体側、クリエイジャポン側のフロントエンドで採用するときに、テンプレートエンジンを採用するときにいくつか悩んだ、ライブラリがあります。で、何でしょう、今っぽいかなと思って特にこの3つを選んだ理由はないんですが、AngularJS か React.js か U にしようかなと思って悩み始めました。で、悩むとき何するかっていうとみんな決まってると思うんですが、とりあえず Google トレンド見てみました。最近この Vue.js とそのうちなんか Vuefest みたいなカンファレンスがあったりとかでだいぶ人気伸びてるんだなみたいなのは Vue.js に関しては思ったんですけど、息が長いみたいなのもあると思うんですが、 React.js 自体は継続して注目されてるんだなっていうのがありました。で、この Google トレンドでこう人気とかを、調べてみようって思ったこと以外にもう一つちょっと考慮したことがあります。採用についてです。一番最初に述べた通り、編集部にはそもそも開発者なんていなくてですね、メンダーさんと副業でやってる私だけなので、そもそもサービス開発のスピードみたいなのがあんま上がんないっていうのが歩みでありまして、専業でもうちょっと私よりも少なくとも時間割ける人を採用したいなっていうのは編集部のことを考えてたので、なるべく採用しやすいみたいなことを考えて技術選定しようと思いました。で、その時に考慮したデータがあります。それがこちらです。で、転職サイトのその技術に関する、掲載求人数みたいなのをちょっと調べました。で、サイト規模でそもそも件数の差はあるんですけど、転職サイト G と F と L みたいなのがあって件数の差はあれど、どれでもまあ大体こうリアクトの件数、求人件数多いんだなみたいなのが見て取れると思います。で、つまりこう求人数が多いといろんな現場で広く導入されてるんだろうなってことが推測できるので、こうエンジニア採用に強そうなんじゃないかっていう理由で、
今回は Left.js を使うことにしました。はい、ここまでのおさらいです。元の、WPS API と連携するためにテンプレートエンジンとしてテンプレートエンジンを採用することがする必要があって、加えてこう人気があって採用に強そうであるということを考慮し Left.js を選択しました。はい、最後にです、ちょっと趣旨が変わるんですが、副業とリモートワークの工夫について、お伝えしたいと思います。こちらの会場来られている方は経験かもしれないんですけど、こうリモートワークの問題点って巷で言われるようにいろいろあると思います。まあ、例を挙げると、こうなんかちゃんと仕事してくれてるのかなみたいなとか、あとまあ本業が、私みたいに本業があって副業みたいなことをやってる人だと、こうバランス取れない、働きすぎ問題、チャットで投げてもなんか返事来ないんだけどみたいなとか、いろいろ悩みがあると思うんですけど、まあ、なんかこうとにかく不安みたいなが根底にあるんだろうなと思ってます。これ私もこう自演して、フルリモートでやっています。今お話しさせていただいた通りフルリモートでやってるんですが、まあ、入る時にも受け入れられる側もそこそこ不安だったりしました。でこれなんでなんだろうなと思って、その時に思ったのが、こう姿が見えない不安みたいなのが大きいんじゃないかなと思いました。でまあ、とはいえ姿が見えないのは受け入れる側も受け入れられる側も同じでお互い様なので、まあ、こっちからできることも何かしようと思ってます。そんなことを心がけました。でそれがこの何をしているかをこう自然にリアルタイムに知らせることを心がけるってことを考え始めたんですけど、で、まあ、なんか今何やってますみたいなこうチャットでこういちいちこう打ち続けるのもちょっとなんかダサいよねみたいなのがちょっと個人的にありまして、僕なんかそれも技術っぽいというかこの業界っぽいやつで解決しようと考えて使ったのがこのスラックの API 連携です。インカミングウェブフックです。いわゆるスラック通知というやつですね。でこれで何してるかっていうと、私が上院してから入れたツールがいくつかあって、タスク管理にトレロとか、データ共有とレビュー、デザインのデータ共有とレビューにゼペリンとか、バージョン管理にプラントとか、あとチーム内引きにキメラとかを入れてます。でこの辺からこう何かあるたびに全部スラックに飛ばすようにしました。まあそうするとですね、こう実際のスラックの画面こんな感じになるんですけど、これちょっとスクショなんであれなんですが、実際なんかこう、このデザインいいねっつってこうリアクションしたら飛んでくるとか、ウィキ編集したら飛んでくるとか、トレロのタスクのステータス変えたら飛んでくるとか、めちゃくちゃ しつこくなるかなと思って懸念もしたんですけど、当時の編集部の編集長からこんなこと言われました。何をしてるのか分かんないとりあえずずっといいと思うんで、とりあえずやってくださいって言われたんで、今のところやり続けています。つまり1年ぐらいは経ったんですけど、通知が多くて困るみたいな、邪魔すぎるみたいな、とりあえず苦情は今のところは出ていません。で、このセクションのおさらいなんですけど、画面の見えない環境では、しつこいくらいに共有することを心がけています。もしかしたら現場でちょっと事情は違うとは思うんですけど、もしかしたら幸せになれるかもしれないなと思っています。で本日の全体のまとめです。WPS API を選択したのは2台のワードプレスのデータ受け渡しのためで、 React.js をコンテンツのテンプレートエンジンとして React.js を選択したのは、人気とエンジニア採用のためです。で最後にリモートワークではとりあえず共有が第一だと考えています。はい、今日の内容が皆さんこの話を聞いていただいた皆さんのトリップの何かしらの助けになれば幸いだと思っています。で最後にちょっとだけなんですけど、クリージャポンでは、ね、先の通り人いない状態がちょっと続いているので、デザイナーとかエンジニアとか募集しています。よかったら SNS とか会場でも見かけたら見かけていただけるとすごい嬉しいです。はい、ご清聴ありがとうございました。